ちゃんってやられるとしたら、黒柳さんはあのお母様の役も、お母さんもなんか NHK でやりましたよね。朝ドラでちょっちゃんという番組がありましたよね。 ありましたね、はい、親子でってのも珍しいんじゃないですか。そうですね。いやー、しかしこのもう不倫とかいうのも飽きちゃった。なんなのみんな、なんだかね。そう、私あの仕事でメイクしながらちょっとあの斉藤由貴さんの、はい、あの記者会見みたいなの見ましたけど、何言ってるか全然分からへんかった。あ、まあ結局不倫ではないということをおっしゃりたいんだと思うんですけど、うん、ただこのいわゆる恋人つなぎという手のつなぎ方の説明とかが、まあ聞いた感じは苦しいかなというのはありますけど、あのさ、勝又と一緒にその今井絵理子さん、今井絵理子議員の時に勝又とアコにお任せでね、はい、勝又と手つないで普通でつなぐのはいくらでもできるけど、これからなんか殴られに行くんだって言ってたけど恋人つなぐで 指絡ませんのってそんなに重要？重要というか、うん、あんまりやらないってことですよね。アッコさんが例えばそれこそ、うん、飲んだ帰りにバーとかの階段を上がるときに、必ずマネージャー手添えてくれますよ。手添えてくれますけど、その時にこう指と指一本一本全部こう貝殻のように合わせるかっていうと、まあ、合わさない。合わさないですよね。はい、そこなんで握ってますね。よし、今度合わせてみよう。そういう問題ですか。ね、だからそんなんで不倫っていうのもね。まあまあまあ、それは確かにそうですね。そうでしょ。ただまあ記事の内容は、はい、それこそ、まあ、斉藤由貴さんが、うん、まあ、あの週に4回とか、まあ、お医者さんに会ってるとかですね、うん、会ってる場所が病院ではなくて、うん、まあその借りてるそのマンションであるとか。なんで家じゃなくてマンションなの？まあ、まあ、やっぱり家族でお世話になってるお医者様っていうから家でやってもらえばいいんじゃないの？そう、まあ、そういう、ちょっとだけ嫌だなと思うのは、な、両方結婚してんでしょ、はい、両方結婚してる人が子供もおんのに夜映画見る？あ、それの方が二人だけで、うん、それの方が不思議だけどね、私は。まあ、その、まあ、行動自体もやっぱりその恋人つなぎじゃないですけど、うん、でもなんかはっきりしない。結局何の会見だったのかよく分かんないよね。そうですね、うん、まあそういうニュアンスちょっとありましたね、うん、確かに。なんかこう雑誌に載ってるの見ると、はいはいはい、なんかいかにもこうなんかかえってこの変装は帽子もなんかかえって変だけどね、うん、まあ人の不倫なんかどうでもいいわ私は。あ、うん、まあ、あとでもさんまさんですね。さんま頑張ってほしいね、はい、さんまさんの番組は日本放送もすごく楽しみにしてます。聞いただけで、はい、うん、さんまさんの番組のタイトルがですね、はい、君に耳キュン恋バナ大作戦明石家さんまオール日本お願いリクエスト男女100人夏物語ということで、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。それと今もうあの、まあ、曲かかるかどうかは別にして、マライア・キャリーのラスベガスのシザースパイスでコンサートの時の、本当にこんなに太ったの？マライア・キャリーは今噂だと119キロって噂だけど、119キロですね。こんな写真があるってことはぬいぐるみだよこれ。渡辺直美だもん、顔だけ変えれば。そうですね、はあ、これメールでも マチャリンさんがですね、はい、アコさんマライア・キャリーの写真ご覧になりました？いました、今見てます。すごい、本人は激太りと言われたって構わないという気持ちだそうで、はあ、ああいうボディを強調するドレスを着続けてるんだそうです。はあ、当然ながら SNS では、うん、Twitter や Instagram では、うん、まるでクジラみたいだと、はあ、意地悪なコメントも寄せられてるそうですが、うん、まあまあある意味メンタル強いですねというですね、はあ、いやでもなんか噂によるともう苦しくて太りすぎて、はい、1曲歌うごとになんか袖に戻って休憩して、はい、とかってらしいですね。でもこの写真、いや割とね黒人のブラックミュージシャンなんかではおばちゃんたちがもうでプリフトって、はい、もうゴスペル歌ったりしてかっこいい時あんのよ。それこそアコさんがビッグママっていうかね。そう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 、うん、でもマライアも半分そういうのはあんのかもわかんないけど、これはちょっと彼女ほら
痩せたりやっぱりリバウンドが大きいんじゃないの。なんかもう一時期ダイエットしてたもんね。そうですそうです。うなんか恋人と別れると太るという傾向があるみたいですね。あ、なるほど。早く見つけてほしいね、はい、週刊和田スポでした、はい。